皆さんこんにちは、ワンデルグルグジです。では今回は、EU4、織田家信長プレイ、続きをやっていきたいと思います。前回までにですね、京都を除く畿内一帯の制圧を完了しています。で、今回はですね、前回、細川家、を滅ぼしたことによって新たに、こちらの四国、河野家、もしくは長宗我部に先端を開ける、海戦自由を保持できたということで、長宗我部か河野かどちらかに戦争を仕掛けていくことになるんですが、まず長宗我部から見ていくとですね、同盟を結んでいるという状態です。これを破棄すると、マイナスの外交上のペナルティを受けてしまうので、であれば伊予を攻めようということで、河野家を次の目標に定めていきましょう。で、赤松家がね、敵につくと、いうことになって、味方は誰も戦争に参加してくれないという状況なんですが、軍事力を考えた場合、十分に赤松そしてこの両方とも倒せるかなと思いますので、まずはね、信長だけで伊予攻め、播磨両方取っていこうかなというふうに思っています。では時間を進めていきます。まずは中核集荷していきましょう。と言ってもどうだろう、足りるかな。摂津越前まではいけるね。あ、ギリいけるかな。いけるね。これで中核集荷が始まったので、中核集荷が終わるのを待ちましょう。で、それと並行して再び厳しい経済状況になっているよね。なのでまずは削減していきます。陸軍の維持費を一時的に削減しましょう。で、戦争したのでおそらくなんですが、そうだよね、要塞の維持費がかかってるので、要塞の維持費を削減していきましょう。宗の改宗、宗教とかね、持ってる人には申し訳ないんですけど、本当に興味ないからな。で、越前がカトリックに改宗。越前ってどうなんだろうね、一向一揆が強かったイメージがありますけど。丹波、摂津、大和、そして伊勢で阿波、いずれも軍事要塞持ってないので、これまでかな。軍事要塞をね、できるようになるの。ちょっと待って、アマゴが我々に対する軍事包括同盟に参加。くー、厳しいな。早くも反信長連合が結成される、そういう機運があるね。となると早めに同盟を結ぶ行動に入っておいた方がいいかな。同盟結んでくれる国があれば、ちょっと同盟を早めに結んでいきましょう。敵が増えれば増えるほどよろしくないので。さて、じゃあ、どっから手をつけるかだな。まずは毛利かな。毛利に関係行動、関係改善入れていきます。で、今のところ外交官何人いるんだっけ？二人か。武田とどうするかだな。毛利は確実に関係改善を図っておきたいし、いや、困ったね。今川、徳川。このあたりは一応ね、同盟関係にはあるので、どうこうというのはないと思うんですが、敵を増やすとピンチなので、毛利でしょ？毛利はいいとして、ちょっと悩ましいな。アマゴはもう敵対したのが確定したよね。赤松。で、幕府も敵に回したくないけど、武田を最終的に滅ぼしたいので、同盟、
を前提とした関係改善はしたくないとなると、大友かな、大友に外交関係改善を入れておきましょう。信長の評判がすこぶる悪いな。ここまで評判が落ちてるとなると、ちょっと考えものですね。収支はプラス2まで持ってきましたね。で、あと開発を入れておいて、うわ、墓松、それに続いて雨子、さらに千葉もか。これ赤松に手を出しづらい状況になっちゃったのかな。まあ、仮に赤松に宣戦を布告した場合どうなるか。そもそも海戦自由持ってないね。河野に対しても宣戦布告ができなくなってる。さて困ったね。外交官を一度戻さないといけないけど、外交官今戻したくないからな。一旦このまま時間をまったり進めましょう。収穫集荷が終わればね、多少変わりますからね。で、ちょっと待ってから、北条もか。いや、敵が多すぎるな。外交官の数を増やしたい。一つはね。国力をつけるのは絶対に必要になってくるので、一旦ここでじゃあ、開発を入れて、ちょっとでもお金を増やしましょう。まあ、信長の勢力としてはね、だいぶ広がってきてはいるので、まあ、邪魔くさいところで言うと、紀伊の畠山は邪魔くさいよね。外交官を遊ばせておいたのがもったいなかったな。しっかりね、外交官を、初期段階からガンガン派遣して関係改善を常に図っておくべきだったのかもしれないけど、今更だしね。人的資源の補充もしておきましょう。余ってるうちに。で、毛利に対しては同盟がまだできないか。毛利は我々をよく思っていない。ほう。逆にさ、今同盟を結んでくれるところが他にあるのかっていうさ、そういうところをちょっと見ていきますか。我々の対して評価がそれなりに高い畠山、その畠山ですら同盟結んでくれないわけでしょ。武田が敵に組みしたか。厳しいな。いや、畠山とは同盟済みでしたね。そうそう、畠山とは同盟済み。南部長宗我部、いやー他は軒並み悪いな。評価順で総として南部足利徳川長宗我部上杉、上杉はどうなんだろうね。我々としては王室外交もしてるしね。南部同盟提案しちゃいたいな。早めにね。外交官を呼び戻しましょう、一人。
で、外交官を呼び戻した上で、南部との同盟を模索する。で、南部と同盟しましょう。大友とは一旦、関係改善行動を中止。その上で同盟提案。あ、味方を少しでも増やしたい。毛利が敵に加入したか。毛利への関係改善ももう中止だな、そうなると。関係改善して、早めにね、回収できる人がいるのであれば回収しておきたいからな。島津、マイナス14。宇都宮、千葉、大友、伊達。まあ、このあたりまで行くともう絶望的だな。島津に対して、同盟提案しよう。まあ、島津と言わずも、同盟提案できるところは、もうガリガリ同盟提案していく。河野も敵の軍事同盟に加入したが、今宣戦布告しても赤松、島津と南部が参戦してくれる？この状態をうまく利用して、早めに敵を潰すというのはありだな。宣戦布告されるときついからね。ちょっと一回時間止めましょう。世間知らずな親戚、反逆罪で彼を処刑、あるいは親戚だからとりあえず放置する。まあ、信長って身内にも厳しいイメージはありますけど、実際にはね、まあ、弟を殺したというのはあるものの、まあ、それ以外は結構ね優遇してたんじゃないかなと思うんですよね。なのでここは親戚なんで許してあげましょう。それよりも今は戦争だ。どこを攻めるか。今だと結構大きな戦争になると思うんで、相手が強ければ強いほどいいよな。外交、宣戦布告。雨子立、今川、武田。今川が敵につく。これはちょっとそう指定していないぞ。そうなるとやっぱ河野家を攻撃してしまって、一気に赤松も潰す。毛利の場合はどうなる？宣戦布告。開戦自由がないだけに結構きついな。やっぱり河野だな。河野に対して宣戦布告することを前提に、他に、我々の味方になってくれる大名家がないかをもう一度確認して回ります。今、味方をすれば、すべてを許すと。宇都宮が同盟飲んでくれるね。OK だ。よし、これで少しはマシになったんじゃないか。では、改めて宣戦布告。宇都宮南部島津が参戦してくれる。毛利は？毛利倒すとでかいからな。なるほど。まずは、でもやっぱり、赤松か。赤松はでもあれか。宣戦布告の開戦自由あるじゃん。あるある。毛利、伊藤、河野。
この3つを同時に潰せるのか。で、我々の味方はどうなる？ここだよね。味方がどんだけあるかっていうのかなり重要なんで。もう一度確認します。味方が南部と宇都宮か。毛利と開戦した場合、こうなるね。赤松と開戦した場合は？島津。南部。宇都宮。ちょっと遠いな、みんな。毛利、河野。伊藤。さらに赤松か。ちょっと緊張感あるね。そしたら、やっぱり、一旦は、河野家に狙いを定めて、宣戦布告の準備を始めていきます。で、また、ちょっとお金に余裕が出てきた、そのタイミングでね、変更点を加えていきたいんですが、お金を貯めるために、まずは、州の開発入れておきます。お金を増やしたいからな、ちょっとでも。収穫集荷もね、早め早めに終わらせていければいいかなとは思うので。で、赤松に対しても軍を送る必要があるので、摂津に、秀吉4000を派遣。で、さらに、今、ここにいる板倉を開戦と同時に伊予に送り込んでいきましょう。まあ、もうちょっとしたらね、戦意がマックスになると思うので、戦意がマックスになったタイミングを持って、いいよ。ここに攻め入りましょう。で、赤松も倒して、ハリマを手に入れる。で、備前の雨子も倒して、毛利と対決して、というところかな。で、外交官が余ってはいるので、そうだな、もう一度ちょっと外交、確認しておきますか。まあ、味方にね、この後なってくれる可能性があるところを重点的に、対応していきたいので、まあ、琉球とか可能性なくはないよな。マイナス12。同盟提案。で、続いては？こっから結構きつくなるよな。安藤さんは安藤さん。大友はダメだったよね。伊藤、佐竹。そうなるとこの中では可能性が一番高いのが大友なので、大友にやっぱり関係改善を送っておきましょう。うまくすれば仲間になってくれる可能性はありますからね。では、いいよ、河野に対して宣戦を布告していきます。島津と南部と宇都宮に参戦要求を送りましょう。さあ、早速軍を、まずは播磨へ。さらに、阿波から伊予へと軍を進めます。結局、赤松も河野もどこに軍を送ってるのかはわからないな。ちょっと動向を見ておかないと。危険極まりない。
宇都宮が軍を派遣してくれてるんで、これね、波及させればさせるほどでかいんだけどね。雨ごと戦争した場合はどうなるんだろう。北条か。北条が敵に回るってのは結構きついな。北条。中核州になりましたね。中核州化が完了すると、お金が、プラスアルファ、発揮されるので、金銭面的にはね、だいぶ楽になるとは思ってます。雨ごと開戦するときついな。九州は一旦放置したいし、いよいよ幕府を倒すっていう、まあ、ことを考えたときに、どんだけ敵がつくか、見ておきますか？いや、まだ多いな、敵。せめて数、同等ぐらいの数にしないと。ちょっとずつ数を減らしていかないと。まともにぶつかっても、ちょっと勝ち目がないな。毛利と先端を開いた場合はどうなるんだっけ？伊達が敵に回ると。外交官が余っててもしょうがないからな。武田は？武田も厳しいね。外交官の数を本当に増やしたい。外交官の数を増やして、いろんなところに、ね、仲良くしようよっていうサインを送っていかなきゃいけないんですが、まあ家康のところにじゃあ一旦は関係改善を送っておきましょう。で、なんかだいぶ収益が改善してる感があるけど、これは？おぉ、艦隊の維持費はゼロでいい。ここに来て、ようやくなんか収益が、ま、安定化というかね、マシになってきたなっていう感じがありますね。まあ、この時点でも明らかにね、織田家が一強体制という形になりつつはあるので、敵がその分増えてくるということを考えたときには、ここはお金に余裕があるということで、歩兵をしておきましょう。ここで初めて砲兵を歩兵したので、この砲兵のね、威力がどんなものかというのは楽しみですね。では時間を少し早めていきます。わ、金が一気になくなってる。マジか。歩兵は金を食うな。やっぱり収支はプラスなので大丈夫だね。じゃあまた開発して地味に金を増やしていきます。要塞はまあ戦争中であっても攻め込まれるリスクがない以上は削っちゃいましょう。それよか開発よ。これで収益はどうなった？プラス 1.15。 もう悪くないな。何？宇都宮が一方的に河野と和平？どういうことだ？
ちょっと待って、よく読めないぞ、自体が。宇都宮は、河野と和平を結んだ。ああ。宇都宮はなんで勝手にそういう行動に出たんだ。播磨は制圧完了したという話だよね。で、河野に対しては、どうなってるんだ。なんで宇都宮がさ、勝手に和睦してんだって話だよね。くっそ余計なことしやがって。あ、河野が戻ってきたぞ。ちょっと待ってね。河野が戻ってきてどういう動きになるんだ。伊予の戦いも終結したよね。これで 100% になりましたと。戦勝ポイントの話です。先にちょっとじゃあ、歩兵した人たちを、ひとまとまりにしちゃう？で、あとは戦争を終わらせよう。だ、外交官がいない。戻す。家康のもとに派遣していた外交官を戻しましょう。まあ、本当に外交官の数欲しいね。いくらいても足りないぐらい。まずは領土をすべてよこせという話になるよね。で、さらに金も。よし、組み込んだね。で、続いて毛利に対して海戦自由を獲得したか。大友に対しても同じく海戦自由を得た。次の標的は毛利。そういうことかな。まあ、中核集化はしておきましょう。ちょっと待って、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 ちょっと待って。丹波に侵攻してきた奴らがいるという話ね。ほう。やってくれるな。では、織田の兵5000で、丹波の、分離主義者ども、撃破していきましょう。で、ここは一緒くたにしちゃいます。5000の一つの軍にして、赤松の分離主義者、さらに河野の分離主義者、この二つを同時に撃破していくってなるとどうなんだろうね。足りるのか足りないのかってとこだな、兵力が。なので、伊予に侵攻した、秀吉じゃない、板倉だね。板倉の軍も、一旦、播磨に投入しましょう。で、この後、毛利との戦争を想定した場合の戦線布告。うわ。伊達が敵に回る割には、味方はなしか。大友、同盟提案できる。OK だ。ここまで、せこせこと、関係改善してきた甲斐があったというものですね。では、大友との同盟は、まあ、なると思うので、大友と同盟を結んで、その後、どっかもう一国ぐらいね、仲良くしてくれるところが出てくれば、毛利との戦争を視野に入れましょう。まあ、じわりじわりと日本の、その、国王たるべく、歩を進めている感じかな。今、幕府と、宣戦布告者もまだね、勝ち目はないと思うんですが、味方を増やして敵を滅ぼして、幕府軍に対してね、
必ず勝てると、まあ、そういう段階に来たところで、幕府に弓を引いていきましょう。というところで、じゃあ今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。